アジマススラスターのポットとプロペラ Z ドライブを用いたアジマススラスターアジマススラスターは船舶の推進装置の一種で水平方向に360度回転するポットにプロペラを装備したもの固定軸プロペラとカジトによる推進と異なり船を任意の方向に移動させたり現在位置を正確に維持したりすることができるそのためタグボート屈作船 海底ケーブル付設船、総海底などの作業船に多く採用されるほか、ジョイスティック操作のものが、プレジャーボートでシェアを伸ばしている。従来は小回りを必要とする小型の船舶に使用されていたが、近年ではクルーズ客船等にも使用が広がりつつある。プロペラを駆動する原動機の配置により、大きく二通りに分類される。 戦備左右に並べて設置されることが多いが、選手にも設置される場合もある。例えば、クス作戦地球は、選手と戦備に、拡散機のアジマススラスターを装備している。Z ペラ、ダックペラ、ゼウス、IPS、アジポット、マーメイドなどの商標で市販されている。アジマススラスターを使用することにより、機動性、操船性が向上する。従来は、バウスラスター、 スターンスラスタ等を装備していても困難であった、小半径での旋回や離接岸時の水平移動が可能になるため、大型船舶でも入出工時にタグボートの支援なしで離接岸することができる。近年、パワーエレクトロニクスの進歩により普及しつつある、交流電動機を用いた電気推進との組み合わせにより、機械的な伝達軸を配することが可能なため、以下の利点がある。 反面、従来の伝達軸を使用した推進機に比べて実績が浅いため、アジマススラスタに起因する故障が複数報告されている。ありがとうございます。